315、316、317、300、はい、はい、何してんすか。ちょっと時間が余ってたんで、はい、ちょっと筋トレを腕立てをしようかなって、はい、感じですね。何回やってたんですか今ので。317回目。おちゃん、はい、嘘はダメですよ。バレましたか。まあ今ので3回目ですかね。本当は、鍛えてるんですか。そうですね、やっぱ筋肉あった方がかっこいいかなっていうのを思いますし、まあ、何よりやっぱバスケ部だったんで、まあ、筋トレ欠かさずやってますね、オール上がりに。はい、今日は、はい、力だけじゃダメな企画をちょっと持ってきました。え、そんな企画があるんですか。全て力だと思ってましたね。ある道具もちょっと今日関係してくるかなと思います。道具ですか。ショーをインとすれば、まず馬をいいよっていう言葉って知ってたりしますか。え、ああ、なんか競馬の話ですか。違いますか。競馬ですか。競馬じゃないですか。競馬じゃないですね。競馬じゃない。はい、敵の大将を言おうと思うなら、まずその乗っている馬を射て、その後にそのものを言おうの意味から来て。ああ、なるほど。大きな目的を達するには、まあ、それに直接当たるより、まあ、周辺のものから片付けていくのが大変です。ああ、その今言おうって出てきたと思うんですけど、はいはい、そう、昔の武将って、そのいつで勝つためにめっちゃ見て筋トレをしてたと思うんですけど、はい、その中にはそのイオっていう、まあ、ある道具を使って有利に戦った人がいたわけなんですよ。うん、なるほどなるほど。なんかそういうアイテムみたいのを使って、で今日はその名士の方を呼んでるんで、ほうみたいな。お、はい、ぜひぜひ今日のゲストの方お願いします。お、え、誰だ。あ、すみません、お名前聞いてもよろしいですか。はじめまして、はい、源のためともです。源のためともさん、はい、はい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 。なんか、敵を追ってきたんだ。はい、あ、令和、これね、令和ですよ。はぁ、面白いなぁ。面白いですか。不思議だ。ちなみに何時代から来てるんですか。あ、私はだな、はい、平安時代の後期。あ、そんな昔から。結構有名人の、はい、まあ、おじに当たるものなのか、源の義、なでも多分義がついてたと思うんですよね。そうだな。うわ、義満。違う、義経だな。ああ、義経さんだ。そうだ、まあ、おじに当たるものが、あ、おじに当たるんですね。そう。あ、ほんだ、私はもう年ですので、息子の為朝に戦を任せるつもりです。うん、為朝って呼んでますね。そうで、源の為朝でございます。ここは敵方の準備が整わないうちに攻めるのがよろしゅうございます。うんうん、なんか弓打ってますね。その通り、私は、はい、まあ、弓の名手なんて言われてるな。そうなんですか。宝剣の乱っていうのがあったのが、はい、1人目を貫通して、はい、その後ろの兵士も貫通する、貫くぐらいの弓を扱っていたと。実はな、はい、私が生きていた、まあ、後にな、はい、元寇というのが日本にこう襲いかかってきたんだけども、つまりモンゴルだな。モンゴル軍がこう侵略してきたことを元寇っていうんだけども、その際に弓が活躍して、まあ、鎌倉の武士を苦しめたわけなんです。はい、弓矢の先にあるものが塗られてたんだ。え、オロマイン治っちゃうじゃん。矢を射る速さがまるで違う。しかも毒まで塗られているって書いてますね。なるほど、毒が塗られた。え、怖いっすね。今回はその弓にまつわる、はい、ゲームをなんか用意してくれたなんて。おー、ゲームいいですね、弓ゲーム。題して、はい、狙って射抜け射的クイズ。おお、射的いいですね。これから分からないと恥ずかしい超簡単なクイズを出します。お、早押しで答えるんですが、ただの早押しじゃないということだ。おもちゃの弓があるそうなんだが、はい、それで答えを射抜くな。やっていきたいと思います。はい、お願いします。やっていこう、レキちゃん TV。 さあ、ということで、うん、狙っていく射的クイズやっていこうと思うぞ。いや、お願いします。それでは問題を頼む。はい、最初の問題、よし。1192年に成立したのはどっち。1192年、いや、でも絶対あれでしょ。時代によっしゃ、いけるか、狙うぞ。おりゃ、なに、なに、よしよしよし、よし。ああ、惜しい。うわ、難しい。うわ、難しい。これ、あら、当たらないっすね。当たらないです。しゃがんでもいいですか。全然いいですよ。これしゃがんだ方がいいかもしれない。これはもう、あ
いけ。あー、ダメだ。当たんない。全然当たんない。むずいぞ、これ。あー、全然当たんない。あー、ダメだ。おかしいな、なんつだ。なんかパワーが出ない。あー、なんで？当たんない。あー、違う、上すぎた。二人とも下手すぎます。そうなんですよ。全然当たんないぞね。くそ、当てるぞ。止めましょう。止めましょう。ダメだ。ダメだ。おっしゃー。おっしゃー。おっしゃー。よっしゃー。やったー。やったー。イエーイ、持ってますよ。持ってる男だな。はい、鎌倉時代どうでしょう。やったー。では続いての問題です。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響き合いで始まる物語といえば。うーわ、聞いたことあるぞ。聞いたことあるけど、よし、行きます。うる、あー、当たらない。くっす、あ、違う、祇園無常じゃない。祇園無常じゃない。そう、絶対1個はね、絶対違うんだよな。ですよね。あれは絶対違う。あー、勝った方がいいのかな。祇園無常じゃないよ。よし、よし、平家物語。わあ、すごい。おー、さあ、続いての問題をよろしく頼む。続いての問題なんですけども、はい、追加ルールを、追加ルール、いらないな、言おうかなと思います。はい、何でしょう。足元見てもらって。はい。うわ、もうこれは一体何ですか。これ足つぼのやつじゃないですか。足つぼマットですね。はい、この上でステップを踏みながら、いや、相当難しい。いや、これ痛いっすもん、絶対。昔の人は、はい、馬に乗りながら指を打つ。ああ、まあそうか、動きながらみたいな。はいはい。これに比べたら、はい、簡単です。いや、それとは違いますよ。こっちは痛いんですから。あっちは、ね、動いてるだけが、こっちは、ね、痛いんですよ。一緒ではないと思いますよ。ベサベサ、はい、簡単です。いやいやいや、簡単では、簡単じゃないっすよね。ではなさそう。痛いよ、これ。ああ、これ、ちょっと待って、結構痛い。あ、痛い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 。ああ、これは痛い。これは痛い痛い痛い。これ立ってるだけでも痛いですよ。ああ、これはステップ、ステップ無理だと思う。これはもうステップ踏めないわ。ホップじゃダメですか。ホップ、ステップ、ホップじゃダメですか。ホップ、ステップ、なんですか。ホップ、ステップ、なんですか。ホップ、ステップ、ジャンプ。あ、じゃあジャンプで。ジャンプ、いやいやいや、そうそうそう、ステップで、ステップで、ステップでお願いします。ジャンプなんて死んじゃうよ、これ。じゃあ早く問題聞きましょう。聞きましょう。はい、じゃあ続いての問題です。はい、痛い。なんでなんで、いや、いやない、そのまま。何のままなんですか。言いませんよ、そのまま。続いての問題です。はい、源の実朝が活躍した朝廷内の争いから発生した戦いといえばどちら。はいはいはい、よし、行くぞ。よし、ステップね。痛い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 。これ痛い。あ、ゴープロを射抜いたんですか。そうです。すごいですね。逆にあの真ん中射抜くってすごいですよ。結構な高度なことです。カメラ壊したら勉強します。ちょっと待って。ゴープロは高いですよ。はい、痛い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 。あ、痛い痛い。うわ、痛い。これも集中力が欠けるな。抜けるな。あ、もういや、当たれ。あ、当たった。あ、当たった。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 やった。さっき勉強しましたよね。そうですね。長篠の戦い、さっき勉強しましたもんね。外れ？外れなの？いや、ミスった。僕の負けです。最終ですか。最終問題頼みます。続いては問題です。はい、エイトブリッジの先輩にあたる、はい、ナチュラルエイトの芸人コンビといえば。いやいや、もうこれはもう簡単ですよ。これいけるか。よしよし、ステップですね。痛い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 。このステップ見ながら痛い痛いな。ステップでない。痛い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 。あー、くそ。あー、くそ。この集中ができない。あー、いかない。そのままない。痛い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 。あ、単純にあの足つぼのせいです。足つぼのせいで、あの集中力、あの左に行くんですね。お世話になってるのは、クリームシチューさんです。でも射抜いたのはダウンタウンさんですね。なるほど。
わあ、もう嘘。答え知ってるのに全部は質問。これのせい、これのせい。レキちゃん TV。いやー、ちょっとね、最後はちょっと、まあ、間違って打っちゃいましたけど、ダウンタウンさんを。でもなんか、ダウンタウンさんを射抜いたって考えるとね、なんかちょっと嬉しい気持ちになりますけどね。心が動いたのかもしれないですね。いや、でもそれにしてもやっぱ弓って難しいんだって分かりましたね。やっぱまっすぐ飛ばないですし、うん、これなんかある意味なんか弓の勉強にもなりましたね、これは。はい、本当に楽しかったので、ぜひ皆さんもね、こういう弓矢にちょっとチャレンジしていただけたらなと思います。確かにね、弓の偉大さが分かりますからね、うん、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、私が出ております、うん、ね、どこは漫画学習シリーズ日本の歴史の、はい、4巻ですね、うん、はこちら発売中でございますので、はい、皆さんチェックしてみてください。チェックしてみてください、はい、そして無料で試し読みができるユーチューブ版もございます。こちらもよろしくお願いします。お願いします。はい、それとですね、やっぱチャンネル登録ですね、はい、皆さんチャンネル登録もぜひしてくださいね、はい、高評価コメントもお待ちしております。お待ちしてます。お願いします。ということで、はい、本日は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね。Thank you.